キラでーす。イエーイ。今日気合い入れてバチバチコーデで来てもらったと思うので、はい、先にコーデ紹介お願いします。今日のテーマは黒ギャルがめっちゃもう目立つようにしてきました。ボムシャルっていうナッツのせいせいちゃんがモデルしてるやつで、下のショーパンは古着屋で一目惚れして買いました。ねえ、ネイルも見せて。いい感じです。かわいい。今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は専属モデルオーディションの最終面接、はい、よろしくお願いします。お願いします。自己紹介お願いします。はい、中学2年生14歳黒ギャルのキラです。よろしくお願いします。お願いします。キラはズバリ何ギャルですか？圧倒的黒ギャルです。おー、で初めて会った時はさ、黒じゃなかったよね。白でした、うんうん、自分的には白と黒どっちの方が自分に合ってるなと思う。黒です。おー、憧れてるモデルは？憧れてるモデルはモモアちゃんとキーリプちゃんです。おー、どんなところに憧れてるの？モモアちゃんは、うん、エッグの中でも代表として黒ギャルなので、うんうん、メイクや服装を真似してキラもモモアちゃんみたいに黒ギャル代表になりたいので参考にします。キーリプちゃんはもうめっちゃ服装がドタイプで、うんうんうん、キーリプちゃんの SNS とかを見てポージングとかもいろいろ勉強しても参考にしてます。これめっちゃやってみたいとか、これめっちゃ印象に残ってるっていう企画とか撮影とかあったら教えてください。黒ギャル対決してみたいです。おー、なんか黒さを対決するみたいな、うんうんうん、対決を企画でやってみたいなって思ってます。勝つ自信ありますか？勝つ自信あります。内面的なキャラクターあったら教えてください。暇さえあれば面白いことやりたいしか思わなくて顔見るんですよ。どういうこと？おはるちうさぎとか、キティちゃんとかやって見たことある。で、毎日のように夜中になったら顔塗ってオーディション中の思い出教えてください。やっぱキャンメイクです。圧倒的ね。圧倒的。今回応援してくれたファンの方々にメッセージをお願いします。はい、皆さん本当に本当にありがとうございました。最初から最後までめちゃくちゃ配信楽しくて本当に感謝しかないです。こちらで面接は以上となります。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、いろっぱです。14歳です。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。テーマ、火星からこんにちはです。今流行りの Y3K 取り入れたそのメタリックのスカートに好きなモコモコのアームウォーマー、いつもピンクなんですけど、うん、今日は真反対の青に挑戦しました。こっちが紫でこっちが青で、ここにも水色入れました。いい感じ。ありがとうございます。よろしくお願いします。簡単に自己紹介お願いします。岡山県から来ました中学2年生14歳エクガールズのいろっぱです。お願いします。お願いします。いろっぱはズバリ何ギャルですか？いろははポップギャルです。お、髪型だったりその雰囲気だったりをポップギャルっぽく出ます。1年前、この時はさ、落ち着いた大人っぽいギャルに憧れてたかなって。でもなんか自分っぽくないなと思って、うん、その今一番好きなモデルさんがまーみちゃんで、うんうん、その昔のそのエッグ時代のまーみちゃんのお洋服だったり髪型だったりとか真似して、うんうんうん、今回オーディションに参加した理由教えてください。今回で5回目のリベンジなんですけど、うん、本当に今回受けるか迷ってて、うんうん、その時に大好きな担任の先生とか、うん、ファンのみんながその背中を押してくれて、うん、そこで受けようと思いました。将来の夢は？将来の夢は、でも、うん、自分の将来の夢はやっぱり表舞台に立つことなので、うんうん、駅に入って、うん、その成長してテレビに出たりもしたいです、うんうん、バラエティが1番で2番目にドラマが出て、そのために頑張ってることあったら教えてください。とにかく今は SNS 頑張ったり、うんうん、片栗粉ネイルのやつをお姉ちゃんが切り取って、うんうん、TikTok に上げてくれたら、うん、それがなんかバズって、うん、そこから、あ、片栗粉ネイルの子、こんにちは、みたいな感じで、うん、結構数人来てくれました。それ片栗粉なの？片栗粉です。すごいね。応援してくれたファンの方々にメッセージをお願いします。応援たくさんありがとうございました。プレッシャーに打ちつぶされそうな時もみんなに支えられてここまでやってこれました。絶対にみんなにいい報告ができるように最後まで頑張るので応援お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
新中学3年生の14歳ココアです。今日は春ってことで上下デニムで揃えてきました、うん、靴は春なのでちょっと涼しい感じで、この編み編みがめっちゃ可愛いです。たらちゃん、今日は面接よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてお願いします、はい、簡単に自己紹介お願いします。はい、新中学3年生の14歳ココアです。出身は三重県で、今は愛知県に住んでます。ココアちゃんはズバリ何ギャルですか？ポジティブギャルです。おお、なんか何事にもポジティブで入れるんで、うん、ポジティブギャルです、うんうん、いいね。タレント経験ある？そんなことない？ないですね。なんかすごい喋り上手いし、ハキハキしてるなと思って。本当ですか？うん、嬉しいです。ギャルに目覚めたきっかけは？もともとここは人見知りで、うん、すごい友達とか作るのもすごい苦手だったんですけど、うんうん、たまたまエッグの YouTube が流れてきて、うん、それで見ててすごい可愛くて、うん、明るくて憧れるなと思って、うん、そこから、うん、好きなモデルさんいる？リアナちゃんもすごい大好きで、うん、お姉さんの感じで、うん、すごいココアの憧れな感じなので、うん、すごい大好きです。印象に残っている動画とか企画とかあったら教えてください。なんかドッキリ企画 の、うん、あのやつ見るのがすごい好きで、うん、めっちゃみんな反応とかもすごい面白いし、うんうん、キリの動画がめっちゃ好きです、うんうん、自分が専属モデルになったらどういう企画やっていきたいかな？メイクに関する企画がめっちゃやりたいです、うんうんうん、いつから始めた？小4とかから自分でするようになったんですけど、何の系統とかも分からずメイクしてて、うんうんうん、エッグのメイク動画とか見て、うんうん、そのメイクとか覚えてみたいな感じで、うんうん、今回オーディションに参加してくれた理由教えてください。小学校の時にすごい人見知りがあって、うんうん、その友達とかを作るのが苦手で、うん、そういう時にそのエッグの YouTube を見つけて、うん、そこから見るようになって、うん、エッグモデルになりたいっていう気持ちになってオーディションに参加させていただきました。ありがとうございます。すごい人見知りなのを感じさせないね。そうですね、結構そのエッグに出会って変わったんだなって思ってます。最後に応援してくれたファンの方々に一言お願いします。応援ありがとうございました。皆さんの応援のおかげで最終面接に来ることができました。本当に皆さんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。みんな大好きです。どこ行った？来た。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。